カリグラフレンズの皆さん、こんにちは。マクルグラフです。この動画から私をフォローしてくださっている方、私の動画に興味がある方をカリグラフレンズって呼びたいと思ってます。まだ馴染みないと思いますが、だんだん広まっていったらいいなーって思ってます。さて、とうとうゴシック体解禁ということで、ゴシック体の小文字や大文字を動画で紹介していくわけですが、その前にゴシック体を書く上で私が思う絶対に外せないベーシックストロークを4つ用意したので、ぜひこの動画で練習してからゴシック体を書いてみてください。概要欄にガイドシートのリンクがありますので、必要な方はそちらからダウンロードして使ってみてください。このチャンネルではカリグラフィーの細かいハウツーやちょっとしたコツ、皆さんの悩みを解決する動画をたくさん上げていますので、気になる方は固定コメントを見ていただくと、今までの動画が再生リストごとにまとめてあるので、こちらもぜひ見てみてください。チャンネル登録もしていただけると、私の動画制作のモチベーションがとても上がるのと、更新した動画がいち早くお届けできるので、よろしくお願いいたします。まずゴシック体と言ったらこのひし形ですね。シンプルですぐ描けそうですが、何個も出てくるので安定して同じ形で描けるようにしましょう。コツは2分の右角の真下に左角がつく位置、またメインライン沿いに2分の左角と右角が並ぶ位置めがけてストロークを引く意識をすると、綺麗なひし形が描けると思います。ひし形と一緒に覚えてほしいのがこの形です。だいたい2分3つ分くらいの幅で、2分の左角と右角がミーライン沿いに来るように描くと綺麗になります。このストロークもよく使うので、しっかり練習しましょう。2個目はひし形と直線を組み合わせたストロークです。このストロークは一筆書きで描きます。書き順はまずひし形を描きます。その後、ひし形の真ん中まで戻り、真下に直線を引きます。ベースラインから2分半分上がったくらいで一度止まり、上と同じくひし形を描いたら完成です。上のひし形の頂点と縦線の中心、下のひし形の頂点が一直線になるように描けると綺麗に見えます。3個目は O です。 O はこの2つのストロークでできています。まず1画目はメインラインから2分半分くらい上に2分を置き、メインラインまで下ろします。次にほんの少しカーブをしつつ、最初の書き始めを基準とした真下のラインに合わせて線を下ろし、ひし形のベーシックストロークで1画目が書けます。2画目は1画目で作った角の先端に2分を置き、2分の幅1つ分斜め45度上に細い線を描きます。1画目の斜めの線と同じ角度で2分の右角がメインラインにつく位置まで下ろします。あとは先ほど紹介したひし形のベーシックストロークを描き、1画目とつなげたら O の完成です。 O の中が綺麗な台形になるように意識してみてください。4つ目はこのカーブです。ゴシック体は直線で描くイメージですが、このような曲線も結構使います。文字に合わせて様々な大きさを描き分けるのですが、ベーシックストロークでは2分の幅4つ分くらいの幅でやりたいと思います。これぐらいで描ければ小文字は大体カバーできると思います。まず目安を決めて2分1つ分45度に上げます。本来はここで止めずに、このように4つ目のあたりめがけて滑らかなカーブを描きます。意識するところは、上向きを描く場合、2分の左角の軌道、下向きを描く場合は2分の右角です。ここが正円の一部になっているように意識して描くと、綺麗なストロークが描けると思います。最初はこんな風に、左角の軌道が楕円っぽくなりがちですので、正円を意識して描いてみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。疑問・質問等ありましたら、ぜひコメント欄を活用ください。カリグラフィーに関する有益な情報をたくさん発信していますので、気になる方は固定コメントの再生リストを見ていただけたらなと思います。もしよかったら、チャンネル登録もしていただけると、更新した動画がいち早くお届けできるので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。